あの、寺田総務大臣はですね、国会審議の差し障りになってはいけないから、なんか、総務大臣を辞任したって言ってますけども、いや、この人の存在が差し障りなんですよ。ですんで、政治資金の問題がいろいろとね、取り沙汰されて国会審議の差し障りになるっていうのとは全く違ってですね、この寺田総務大臣の存在が問題になってるんですよ。うん、だからこの辺ちょっとね、勘違いしてるんじゃないかなと思いますよ。私たち、広島地元に住んでる者としてはね、本当にこの人さえいなければ、広島の 知名度が地に落ちることはなかったのにって。まあ、かわいい。そう、あれですよ、ね。法務大臣と並んでですね、広島の恥人間。まあ、三大恥人間ということになりましたね。三人目の恥人間はやっぱり、あれですよね。うん。まあ、岸田総理でしょうね。三大恥人間ね。恥の上塗りでございます。